ミナ。ミナは、ゲノム上に高度され、多段階的な生成過程を経て、最終的に20から25塩基調の微小 RNA となる機能性拡散である。この鎖調の短いミナは、機能性ノンクナに分類されており、他の遺伝子の発現を調節するという、生命現象において、重要な役割を担っている。1993年、G. エリゴンスで、 ビクター・アンブロス、R.C.D., R.、CD、R ファインバー村は最初のミナを発見した。この時はミナではなくストナと呼ばれていた。ミナという学名は2001年に発行されたサイエンス誌の論文で提唱された。2001年以降、ミナ研究は急速に進展した。年々新たな種類のミナが発見され、ミナは種別を問わず、 様々な種類の生物に存在していることが明らかになった。2014年時点で223種類の生物において35,828種類のミナが発見されている。新たに発見されたミナの名称は以下のに従って決められる。ゲノム DNA にはミナの延期配列とほぼ相互な配列が含まれている。一般にこの配列は 見ない電子と呼ばれている。ここで言う相方とは、核酸塩基がワトソンクリック型塩基体を形成していることを意味する。具体的には、A、T、G、C、U の5種類の天然型塩基が特定のペア同士で、水素結合によって塩基体を形成する。A と T、U は2本の水素結合により、体を成す。G と C は3本の水素結合により、体を成す。 したがって、水素結合の数が1本多いことから、G、C の塩基帯は A、T、U の塩基帯よりも安定性が高い。未来電子が RNA ポリメラーゼ E によって1本腐り、RNA に転写されると、転写された RNA 配列内で双方な部分は、内在的に結合して2本差になる。そうして、最終的な構造は、ヘアピンループ型の構造、 トレナに類似した形状となる。この構造を取ったミナはプリーミナと呼ばれている。プリーミナは数百数千円基調の調査 RNA であり、5末端側にキャップ構造が形成されており、3末端側にポリエテールが付与されている。通常、ヘアピンループ型の構造を取る部分以外については配列がミスマッチになっており、この構造はスターホームと呼ばれている。 核内に存在する、ナシブ様のドラ王者と呼ばれる酵素がこのプリミナ、分子の一部を切断して、約70塩基調のステムループ構造を持つプレミナを作る。ついで、プレミナ分子は、エクスポーテンマイナス5と呼ばれるキャリアタンパク質によって、細胞核の外に輸送される。細胞質に放出された後、ダイサー、ダイサー、ナヨ、参照と呼ばれる酵素のスプライシングによって、 プレミナは20から25円基調の2本グサリミナとなる。ただし、植物の場合、2本グサリミナはプレミナからダイサーによって直接的に切り出される。2本グサリミナは、アゴー、アルゴノート、アルゴノートタンパク質からなるリスクタンパク質群に取り込まれる。リスクに取り込まれた2本グサリミナはリスク中で解かれ、二つの一本、グサリミナとなる。そのうち、 より不安定な一本差は分解される。もう一方の安定な一本グサリミナは、mRNA の3ユトアとあと、部分相補的な遺伝子配列を持っている。つまり、その一本グサリミナは自身と、部分相補的な塩基配列を持つ mRNA に結合することで、その遺伝子の翻訳反応を阻害する。このような機能を持つ一本グサリミナはマジアミナと呼ばれている。ただし、 植物の場合、セルナによるないのように、ミナは、標的、mRNA を分解させる。マチュアミナの塩基配列の5末端側より2番目8番目までの7塩基は、シード配列と呼ばれている。この配列と相補的な配列を持つ mRNA は、マチュアミナの標的として強く認識される。マチュアミナのシード配列と mRNA の3、ユトアの相互作用について、 熱力学的な手法を用いた解析が進められてきた。その結果、初期状態のギブズエネルギーはマイナス4.09であり、最終状態のギブズエネルギーはマイナス14であることが明らかにされた。したがって、マッチュアミナと MRNVA の結合反応におけるギブズエネルギー変化はマイナス10であると考えられる。この値は、水素結合の結合エネルギーとほぼ等しい。 このことから、マチュア・ミナと mRNA は、ワトソンクリック型の塩基体を形成していると言える。つまり、g c 含量の高いシード配列を持つマチュア・ミナは、mRNA の産ユトアに対して、安定に結合できる。機能性のンクナの中でも、炭酸 RNA は、スモール RNA と呼ばれている。スモール RNA として、広く知られているものに、セルナとミナがある。 セルナはウイルス RNA の転写を阻止する機能を持つ。また、細胞の遺伝子発現の調節に関わっている。セルナは外来性の日本腐り RNA であり、ヘアピンループ構造を形成している。その作用機構は内機構である。セルナは単一の mRNA 配列に完全相補的に結合する。特定の mRNA を分解に導くことで、 遺伝子発現を強力に阻害する。一方、ミナはセルナと違い、複数の mRNA 配列に部分相互的に結合する。ミナは mRNA の翻訳反応を物理的に阻害することで様々な遺伝子発現を抑制する。このことから、一種類のミナは他種類の mRNA の遺伝子発現調節に関わっていると言える。逆に言い換えれば、 一種類の mRNA の遺伝子発現は多種類のミナによって調節されている。従ってミナと mRNA は複雑な遺伝子発現制御ネットワークを形成していると考えられる。つまりミナは単一で機能しているのではなくて他の種類のミナと協力することで複数の mRNA の遺伝子発現を抑制している。このようにしてミナは 制御機能のバランスを保ち、生物の向上性を維持している。ミナは細胞の発生、分化、増殖及び細胞死などの基本的な生命現象の調節に関わっている。特に哺乳類の場合、2500種類以上のミナが遺伝子発現の30から90%を制御していることが知られている。これらの知見からミナと生命現象の間には、 非常に密接な関係が成り立っていると言える。そのため、世界各国の研究者らによって、ミナの解析が進められている。ミナの解析には、大きく分けて二つのツールが広く使われている。ミナミミックとミナインヒビターである。ミナミミックは、ミナ分子を模倣した二本ぐリア RNA である。ミナの機能活性を高めることでミナの機能を解析する。ミナインヒビターは、 皆分子に特異的に結合する一本、グサア RNA である。皆の機能活性を低めることで皆の機能を解析する。皆インヒビターの原理には、アンチセンス核酸分子を用いた、アンチセンス法が用いられている。アンチセンス法とは、ターゲットの核酸分子と体になるような塩基配列を、有する核酸分子をターットの核酸分子に結合させることで、 ターゲットの核酸分子の機能を阻害する手法である。つまり、ターゲットのミナの機能のみを強力に阻害することで、そのミナの細胞内での役割を明らかにできる。実際、ミナの機能を強力に阻害することを主な目的として、非天然型の人工合成核酸で配列選択的に就職されたアンチセンス核酸分子の設計と開発の研究が、 盛んに行われている。一般に、このようなアンチセンス拡散分子は、ミナの機能を阻害する、アンチセンス拡散分子という意味を持つので、アモと呼ばれている。アモ設計の研究について、有機化学的な合成手法と、分子生物学的及び、熱力学的な解析手法を用いることで、様々な種類のアモ分子が開発されている。ミナは、ガン 心血管疾患、神経変性疾患、精神疾患、慢性炎症性疾患などの発症と進行に関わっている。特に、癌の原因因子については様々な議論がなされているが、その中でも皆は細胞の癌化に深く関与していることが多くの研究者らによって指摘されている。皆と癌化の関わりについて、2002年、米国の G。 M. カイリーンと C.M. クローチェラによって、最初の報告がなされた。それ以降、がんに関わる皆に、性の制御をするものと負の制御をするものの2種類のタイプが存在することが分かった。性の制御をする皆は、アンコ・ミナ・負の制御をする皆は、トゥーマー・サポレッサー・ミナと呼ばれている。特に、アンコ・ミナに関して、その発現量の更新が、細胞の眼化を誘発していることが、 明らかにされている。つまり、ミナの発現量以上は、生物の向上性の破綻に直結する。2010年、米国の研究グループは、初期のリンパ種を人為的に発症させた、トランスジェニックマウスを作成した。そのマウスにおいて、アンコミナの一つであるミア -21 というミナの発現量を抑制した場合、プレビー細胞由来のリンパ種の消滅が観察された。そのため、 アンコミナの発現量を低下させ、癌細胞を消滅させるという方法は、癌の新たな治療薬の開発手法の一つとして注目されている。事実、ミナと癌発症に高い相関性が見られることから、癌を中心とした様々な人疾患に対する拡散医薬品の開発が盛んに行われている。2013年、米国の研究グループによって、 ミナミミックをがん患者に投与した最初の臨床研究が始まった。以降、2015年までに米国では数十例の臨床研究が進められてきた。また、マイクロ RNA については癌診断のためのバイオマーカーへの応用も期待されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。